はい、ということで皆さん、こんにちは、こんばんは、デューモデューモ、初めましての方は、初めまして、そうでない方は、こんにちはということでですね、今日の動画で何をやっていくかというと、ちょっと久々になるんですけれども、ザラの動画をやっていきたいと思います。で、ザラの、今ですね、リミテッドエディション、なんか、名前がちょっとね、なんとも言えないんですけれども、リミテッドエディション、もしくは、マン、エディション、まあ、メンズのラインなんですけれども、今やっております。で、こちらがリミテッドエディションであれば年に2回やるコレクションになってまして、 SS とあと、秋冬 AW で、2回年2回出てくるコレクションになってます。で、今年に関してはすごい早くてですね、1月のまあ先週、販売開始で、僕も早速ちょっと時間ある時にですね、店頭に行ってきまして、実際に商品見てきました。で、ちょっと購入品あるんですけれども、ちょっと今自宅の方に置いてきてしまったので、まあちょっといろいろそのリミテッド、今回のリミテッドエディションに関してお話しできればなと思っております。ちょっと商品の、実際今パソコンの方で、商品を見ながら、実際に店頭にあって僕が見たアイテムに関しては、ちょっと詳しく説明をできたらなと思っております。よろしくお願いいたします。はい。で、結構ね、今回のコレクションに関しては、まだ店頭にないものが、ありまして、結構、今まで通りだと、ホームページと、あと店頭って、結構リアルタイムで、同じぐらいのタイミングで出てたりしたんですけれども、ちょっと今回は、店頭の方に並んでいないアイテムが多かったです。で、その中で、ちょっと気になったアイテムというか、だったのが、こちらのジャケットリミテッドエディション17,990円ということで、こちらがちょっとね、ネックが特徴的な、もう写真見ていただければわかるかと思うんですけれども、こうなんかハイネックなんだけど、特にここにこう縫い目がなくてですね、このまんまもう肩のそのまんまこうネックが来てて、結構面白いジャケットだったと思います。結構店頭にかけられてもいたんですけれども、本当にもうかけたシルエットも本当にこのまんまというか、ちょっと実際にただこれに関してはですね、結構生地がですね、なんか秋冬っぽいというか、色もカーキとあとこうなんかリブの部分がグレーになっていたりとかして、ちょっと秋冬っぽいなっていう印象でしたね。で、なんか素材にもちょっとだけウールが 33% ですね、ウールが、あるみたいで、ちょっとなんか今の季節、これから春夏ですね、に向けては若干自分はちょっと重たいかなと思って、これはちょっと、の試着もしないでね、ちょっと生地が秋冬すぎたなという印象でございました。ただまあ形が明らかにこう今まで見たことないようなネックの付き方をしているので、このあたりは結構ファッショニスタの方はね、気になるんじゃないかなと思います。結構このジャケット面白いなと思いました。で、あと実際に、次ですね、テクニカルパラシュートパンツっていうアイテムがありまして、リラックスフィットパンツっていうことで、ナイロン素材、ナイロン 100% のパラシュートパンツになってます。結構パラシュートパンツって聞くとね、結構今度ユニクロ U から、出るのもパラシュートパンツが出たりするんですけれども、僕これ買いました。はい。ちょっと今、先ほど購入して、今ここにないって言ったアイテムが、こちらのテクニカルパラシュートパンツになってます。いや、生地めちゃめちゃ良くて、なんかこうちょっとナイロン、芝加工ナイロンのような素材感で、こう、まあ、写真見るとね、明らかにこう黒、ブラックカラーなんですけれども、こう黒よりはダークグレーっていう感じで、ちょっとこう、なんだろうな、大敗的な雰囲気というか、ちょっとね、なんかいい感じの、芝感も相まっていい感じの雰囲気で、で、パラシュートパンツなんか裏地がこうちょっとメッシュになっていて、なんかこう、なんかスノーボードウェアみたいな感じの雰囲気で、で、ポケットも面白くてですね、これちょっと時間あれば今度、着用の動画でもね、ちょっと紹介できたら紹介したいんですけれども、結構面白いアイテムでした。まあ、サイズに関してはすごいなんか難しい感じで、そこまでこう、ワイドなシルエットではなかったので、僕ワンサイズ上げて M サイズで、購入しました。7,990 円ということで、価格も、結構ユニク、ザラさんの、インラインと値段あんまり変わらないので、結構こういうリミテッドエディションでなんか、いきなりめちゃめちゃ高くなったりするんですけど、値段は、あんまり変わらなかったので、結構これまあこういうのをね、僕スニーカーとかで合わせて、履きたいなと思ったので、こちらのテクニカルパラシュートパンツは購入させていただきました。結構これもね、上、上下でセットアップできるみたいなんですけども、上のテクニカルジャケットはちょっと店頭では見なかったですね。はい。で、次が、僕も本当にデニム大好きで、こちらのデニムジャケット、デニムジャケットポケット、ちょっとどういうことだ
まあ、あの、ポケット、大きめのポケットがこう、2箇所ついたデニムジャケットで、これもちょっと実際に試着してみました。結構こう、色あせた感じの、ブラックカラーになってまして、あの、加工感に関してはかなりいいなと思いました。若干ちょっと、なんかちょっと色気が強すぎるかなという、なんか色落ちの感じも含めて、ちょっと色気強いかなと思ったんですけど、まあ、実際に着てみた感想としては、これかなり丈が実は短めで、で、今回あの、イミテッドエディションに言えることなんですけれども、結構丈短いものが多いです。で、しかもそれが、普通に短いんじゃなくて、結構もう極端にグッと上がった感じになります。なので、この、写真、ルックの写真あると思うんですけれども、これよりも多分着ると丈短ってなると思います。僕の着た時は結構丈が短すぎて、ちょっとこれは難しいなと思いました。なんか去年出たザラとですね、ルイージのデニムジャケットとかもかなりこうクロップド丈だったんですけども、なんかそれ並みにちょっと短いなと思って今回はスルーさせていただきました。結構こう新しい、ファッションの感じにコーディネートに、チャレンジしたい方とかはすごくいいんじゃないかなと思います。デニムパンツとかもね、一緒に同じカラーのデニムパンツも出てて、セットアップで着用もできるので、しかも両方、デニムジャケットで1万990円で、デニムパンツも7900円なので、まあ、両方合わせても2万円いかないぐらいで買えるので、そのあたりはすごくいいかなと思いました。で、あと、まあ、パフベストとかもあったんですけれども、結構このあたりはなんか、特に、インラインとの差がないというか、まあ、素材に関しては、先ほど紹介した、パラシュートパンツと、こう、まあ、セットアップで、着れるような、アイテムにはなっていると思います。まあ、でもこのあたりも良かったですね。はい。で、次が、これがね、レザーバケットハット、です。まあ、なんかバケットハットって言っときながらも、なんかこう、ピロピロって出ててね、なんかストラップみたいなのが出てて、それで止められる感じになってんのかな。これちょっと僕も実際に商品見たんですけど、で、実際にちょっと軽くね、被ってみたんですけど、どう見てもね、日本兵にしかなんなかったです。恥ずかしながら帰ってまいりましたみたいな感じのね、ちょっとこれあんま言って、これね、あんまネタにしちゃよくないか。あんまネタにしたらよくないかもしれないんですけど、ちょっと今のもしかしたらカットするかもしれないです。なんかね、日本兵、色もね、こうちょっとカーキ、ライトカーキで、ちょっと土臭い感じの、なんか今日ちょっと、すいません。土臭い感じの感じでね、で、形もこうバケットって結構上が平らになってるもの多いんですけれども、これどっちかっていうとこう、なんかね、球体というか丸く、こう、緩やかになってる形で、本当に戦時中って感じで、これは合わせるの僕、難しいと思います。結構、上級者のアイテムになってます。あと、あったのが、マルチカラーミニクロスボディバッグ4990円ということで、価格は結構安いですね。なんかでも、結構この類の、ボディバッグというか、クロスボディバッグ、まあ、ショルダーバッグですね。は、結構インラインからも出てるから、なんか、あえて、このリミテッドエディションで買う必要もないかなとは思うんですけれども、まあ、カラーがでもちょっとこう、なんか地味なのに、ここの上が水色っていうところで、なんか、サープラスライン。僕も去年紹介しましたけど、ザラサープラスラインっぽい。ちょっとミリタリー要素が入ってるかなというふうに思いました。でも、金額結構4990円で安いんで、こういうバッグ持ってない方とかだと、結構、チャレンジしやすいのかなというふうには思います。はい。あと、まあ、コート類もあったんですけれども、ちょっとね、僕あんまりこういうロングのコートってあんまり着ないんで、あれなんで。で、あとこちらですね、試着しました。ウール 100% セーターということで、結構赤が、目立ちやすい、セーター。ウール 100% なので、素材の感じはすごい良かったですね。ただまあ、どうなんだろう。季節的には完全に秋冬っぽい。感じでしたね。で、あと、これもね、びっくりするぐらい丈が短いです。結構ね、腕長めなんですけど、まあ、着丈短い。なので、ちょっと僕はこれは難しかったです。どう着るねんってなりましたね。結構僕の着るインナーが結構丈長いのが多いから、それとね、こう、ちぐはぐすぎたのかもしれないんですけれども、まあでも、素材の感じとか良かったんで、似合う方とかだと、すごいいいんじゃないかなと思います。まあ、ウール 100% で9990円になってます。はい。で、あと、コントラストセーターのジッパーということで、ちょっとこう、ハイネックの、
これもありましたね。19,900円。さ、ちょっとこれに関しては、なんかね、水色が本当に水色なんで、若干ちょっとセーラーっぽい感じな、僕はイメージでした。ちょっと実際にこう、僕が試着してとかではないので、ちょっと実際に着るとね、意外としっくりくるかもしれないんですけども、若干こう水色で、こうラインが入ってるので、なんかセーラーっぽいなーっていうような、まあ僕があんまりね、着ないアイテムにはなってます。あとはこちらのジオメトリックジャガードセーター。なんかこれもね、結構面白い感じで、ただカラーがちょっといろいろ5種類ぐらいのカラー使われてるので、若干ちょっと合わせにくいかなと思いました。で、素材に関してはアクリルウールか、素材のウールっていうことで、結構生地に関してはやっぱりいい感じというか、分厚さも結構あって、まあただちょっと春夏っぽくはないかなっていう印象ではございました。で、サイズに関しては今回のリミテッドエディションは特にこう、いたずらに大きいわけではないので、まあ、いつもの、サイズ、まあ僕だと多分ワンサイズ上げで買うアイテムが多いかなと思いました。はい。あと気に、そうですね。なんか気になったアイテムというか、実際に店頭で見たアイテムだとこのくらいで、結構お問い合わせというか、視聴者の方からね、お問い合わせがあったアイテムで、やっぱり結構パラシュートパンツ、気になっている方が、ちょっと多いみたいです。で、実際にこちらの、パラシュートパンツ、ネイビーのカラーの方で、素材がコットン 100% を使用している方ですね。このあたりは、僕もちょっと店頭で見たかったんですけど、実際なくてですね。実際に僕が、行った時はあったのが先ほどのナイロンの方だったので、ナイロンを買ったんですけれども、こちらもちょっとね、実際に店頭に行ったら見たいと思います。ただ今在庫切れ、オンライン在庫切れになってて、ちょっと店頭になかったので、どうなんだろう、いつか復活すんのかなという感じですね。で、結構ディティールが本当にミリタリー、ポケットのところのなんかこうフラップだったりとかもミリタリーっぽいようなデザインだったりとか、するので、このあたりは結構探してる方多そうなアイテムになってます。であと僕が気になったアイテムだと、今回ね、結構靴が、前コミュニティ欄の方でも言ったんですけれども、靴が良さそうなんですよね。まず最初に、ナッパレザーシューズっていうことで、在庫、まだちょっとないみたいですね。今見てる段階ではちょっとないんですけれども、ナッパレザーシューズっていうことで、ちょっとこういう、モカシンタイプの、シルエットで、で、ソールがですね、こう、まあ、ザラさん得意のチャンキーソール、ちょっとこう、分厚めの、ソールを使っていて、まあ、形も、レザーワラビースタイルって書いてあるんですけど、形もいいですし、なんか素材感も良さそう。で、しかもナッパレザーっていうことで、ちょっとこう、柔らかみのある、ヤギだったか羊だったか、ちょっと、柔らかい革を使っていて、で、チャンキーソールということで、こう、まあ、高さも身長も漏れるっていうところで、結構人気出そうかなと思います。で、今、ちょっとね、一回在庫入ったかな?ずっとね、カミングスーンになってたんですけど、もしかしたらちょっと在庫入ってるかもしれないですね。あれ?これ。オンラインこれ探して、こういうの探してた方多いんじゃないですかね。今もしかしたら、ちょっとこのアイテム良さそうって僕ね、ずーっと言ってたんですけど、ずっとっていうか。あー、新宿店入ってますね。ちょっとね、しばらく僕店頭行けるかわかんないんですけど、わー、このアイテムちょっと見たかったなー。次行った時あるかな?なんか売れてそう。で、値段も 13,990 円ということで、結構いいんじゃないかなと僕は思ってます。はい。で、まあ、靴の、つながりでですね、レザーブーツがちょっと出ているんですけれども、ありましたね。ナッパレザーブーツっていうことで、こちらは、どちらかというとミドル丈ぐらいのブーツになってまして、サイドゴアの、ブーツになってます。これもね、なんかナッパレザーで、なんかこう写真見た感じだとシルエット良さそうなんですよね。ちょっとこうチャンキーソールで、ボリュームがあって、こうちょっとこう、トゥーの部分が、丸い感じになっていて、で、素材の感じもね、写真見た感じだと良さそう。まあ、あとは、実際にどうなんだろう、履き心地とかちょっと、ザラの、ブーツとか結構履き心地があんま良くないの結構あったりするんですけど、まあでもこれで 14,990 円だったら、めちゃめちゃいいんじゃないかなと思ってます。
なんかカーゴパンツにね、この写真合わせてますけど、こういうスタイルでもかっこいいかなと思います。はい。で、まあ、もちろん、今回に関しては、その、黒と、あと、アイボリー。カラーなんですかね、これ。エクリっていうカラー。まあ、白なんだけど、ちょっとこう、ベージュっぽいようなカラーのブーツも出てたりとかして、まあ、これも、今回この、まあ、リミテッドエディションなんですけど、14,990 円ということで、価格帯的にも結構買いやすいので、おすすめかなと思います。結構今ザラの、インラインでももう定番なんですかね。ビブラムソールの、ブーツも出てたりするので、結構これは僕買って本当におすすめで、ちょっといつかね、紹介しようと思ってたんですけど、まだ、ちょっと動画化できてなくて、ビブラムの、ブーツっていうのもすごくいいので、あれもちょっと店頭に、実際に並んでたりするので、気になる方はね、試着してみてください。はい。このくらいですかね。今回も、僕の買った実際にパラシュートパンツだったりだとか、あとまあ、パンツ類が結構いいかなと思いました。レザーバミューダパンツ。まあ、レザーの短パンというかハーフ丈の、短パンということで、結構このあたりは意外とレザーの、アイテムで 17,990 円で買えるのって意外となかったりするので、てかブランドから出てない、結構合皮のもの多かったりするんですけど、ちゃんとこう本革で出して、来るブランドって意外となかったりするので、結構ザラの、ハーフパンツというかレザーバミューダパンツはなんかいいんじゃないかなと思ってます。まあ実際にね、店頭行っても、まあそんなになんかこう気になって試着とかガンガンしてる人あんまいなかったんですけど、今回のリミテッドエディション結構粒揃いで、僕個人的にはいいアイテムめちゃめちゃあるんじゃないかなと思ってます。はい。で、今年もね、こういう感じでザラのリミテッドエディション思ったより早く、発表されて、で、まだちょっと、店頭にないアイテムだったりだとか、オンラインでも在庫が入ってないアイテムっていうのも多々あるみたいなので、ちょっとそのあたりは、また、ちょっと実際に見たりしたら、速報でコミュニティ欄とか動画とか、ちょっとアップしたいと思いますので、ちょっと気になる方は、チェックしてみてください。で、その他アイテムも、ちょっと、何かね、質問あれば、どしどしコメントいただければなと思いますので、また、よろしくお願いします。いや、今回良かった、いいんじゃないですか？価格もね、さっきも言ったんですけど、価格も結構お手頃というか、なんかそんなにバカ高くなってないので、すごくいいんじゃないかなと思います。はい。また次回の動画でお会いしましょう。次です。